日本を含む東アジア沿岸海域に分布し、内湾、旋海のサデーテ底に生息する。日本各地の干潟で見られる鉄砲エビ科の中では、最大級であり、よく知られた種類でもある。生態は、体長50から70ミリメートルほど、さらに第一歩客は大きなハサミ足として発達し、これを含めると、大型個体は100ミリメートルを超える。合格は、 トゲ状で短く、その両端に小さな複眼が黒点として確認できるが、これは東京港に覆われている。第一歩客は左右で太さと形態が異なる。大きい方は手のひら部は指部の3倍ほど長くて重厚、指部は短いが太くて鋭い。小さい方は逆に指部が手のひら部の3倍あり、噛み合わせ部分に隙間がある細長いハサミとなる。 大きい方のハサミを一旦開いて勝ち合わせ、パチン、という大きな破裂音を出すことができる。これは、キャビテーションの原理を利用したもので、敵に遭遇した時の威嚇や、獲物を気絶させるときに、この行動を行う。第二歩脚もハサミ足だが、第一歩客より細く、ハサミも小さい。 生児の体色は単力褐色で背面には淡い白斑が散らばる。東京工場には斜めの細い帯模様が2から3本あるが背面で途切れる。またこのキャビテーション時に生じるバブルパルスによって水分子が水電解反応し4化傾向した酸素と水素から再び水分子合成反応熱により摂氏4400度のプラズマ状態に達する。 そのルミネッセンスが観測される。類似種は、鬼鉄砲エビエージギタリス、テナガ鉄砲エビエージャポニカスなど、多く知られるが、本種は、第一歩脚の小さい方の指部が、特に長い上に湾曲していて、ハサミ部分に、隙間ができること、大きい方の、第一歩脚手の平部に、くぼみがほとんどなく単純な四角形であること等で、区別できる。 また、ハサミシャコエビ、レオメディア、アスタジーナ、アナジャコウポゲビア、メジャー、日本砂スナモグリ、ニハーナトリピア、ジャポニカ等も、本種と似ているが、これらは、破裂音は出さない。ロシア極東、日本、中国まで、東アジアの沿岸海域に分布する。熱帯地方に、多くの種類が知られる鉄砲エビ科にあって、本種は、比較的分布域が、狭いが高緯度地域まで分布する点が特徴と言える。 内湾、旋海の砂底底に、直径数センチメートル、深さ数十センチメートルほどの巣穴を掘り、つがいで生息する。巣穴は海底に斜めに開口し、片側に砂底を積み上げたもので、干潟の長艦体下部、あるいは甘も、小甘も、海昼も等のも場でも見られる。巣穴から出ることは、ほとんどなく、たまに巣穴の口へ砂底を、押し出し、すぐに、奥へ引っ込む。 なお、本種の巣穴には、スジハゼルイアセントロゴビアス、イトヒキハゼマイルセナフィローファーと、海岸製のハゼルイが同居し、時に、これらのハゼルイが、巣の出入り口に止まっているのが観察できる。視覚に優れたハゼルイが敵を見つけて鉄砲エビに知らせ、鉄砲エビが作り上げた巣穴に共に隠れる、共生関係と見られる。植生は雑食性で、藻類や小動物を捕食する。 主な天敵はカサゴ、コチ、スズキ、クロダイ等の肉食魚、コウイカ、テナガダコ等の等足類である。本種は狙って漁獲されることは、ほとんどなく、食用にもならないが、産業種の餌生物として、または、ハゼ類との共生も知られる。干潟では巣穴を掘り返すと比較的容易に、捕獲できるが、破裂音を出すハサミヤシは出血するほど強力なので、 要注意。また、はさみ足や、ふわしをつかむとちぎれしやすい。ありがとうございます。